ぶり、大体1年ぶりというか約1年ぶり。大概の場合ですよ、大概の場合ですよ、またやろうぜってやらないもんですけど、やってしまいました。やってしまいました皆さん、すいません。初日ですけど、初日ですね、長いですね。一月半ちょっとコンパクトに長かったかな。始まるね、この頃にはダイエット大作戦。そうね、俺もここに帰ってくる時にはスリムになって、5キロ減で帰ってきたいね。そんな減る無理やね。俺全然減らへんね。ツアー中食べるからね。しょうがないね。しんどい時は食べなさいってお母さんに言われて。そうや。さっきも言いましたけども、新しいアルバムを出しましてね、まあ、その分ね、すごく冷静にできた方が逆に、まあ、トークが受けん時はいつも本気でやってるけど、曲に緊張感が漂いますね。トークで持ってかれへんから曲で持ってかなあかん。まあまあ間違ってるけどね、考え方的にね。お前トークいらんやろって話やけどね。トークの部分どんだけ重く置いてるんだ。まさかの今日はね、決めポーズが出来上がりましたから。セックス十時にね、バツね、バツ X にかけるね、で、カムリさんはこれがポイントでしょ、あの、角それポイント、決まった。2日目にしてできた、できたね、ようやくそういう。ツアー中にもうオリジナル曲をツアー中のホテルかどこか作ったんじゃん。おお、言いましたよこれ。言いましたよ、もうね、セクトやっつけのやつ。セクトそれ言うたかん。それ言うたかん、はい、ね、映像も一緒に撮ってるわけやし、そう作らなあかんな。もう作ってね、特典で、そうやね、でツアー終わった後にレコーディングして、それが最後に、これは入ってプロモーションビデオ、ね、うわで長州力出てくる。それ割れない。あらなさ、あらなさ、サビではじゃあ、あのセックス冠ポーズを全員で踊れる。ああ、やってもらう、踊れる感じ、チアリーダーにやってもらう。鬼のメンツ穴くり抜いて星出しにしてくってやる、どこで決めるか、一気に多分どこでも言うてんねやろなみたいな、居酒屋で森光子やってるみたいな。かわ
高輪プリンスホテルと変わらない。これは汚いわと思った瞬間です。これ今日は。この間おっしゃったセックスカンモリの曲を。あ、来ましたよ。ビーベロまで来ましたよ。99作ってます。どうしようね、これ高いから。いや、嘘です。あの割とね、メタルつなげただけなんです。すごいですよ。メタルです。絶対に盛り上がる曲です。さすがやなと。絶対に盛り上がる曲。盛り上がるか？大丈夫か？大丈夫、大丈夫。もうあのリズムで、うん、あの声、掛け声っていうか、あって、で、キャーンとサビでいったら、絶対大丈夫。これ出来上がってお披露目した。意外とそうでもないなって思ったらどうするか。意外とパッとせんかったね、あの曲。嘘よ。ミルキーは鉄を